理で偏差値 97.3 取ってるんですよ。物理学者の脳内をそのまままるっとインストールするっていう発想でやらないといけないんですね。最初にやらないといけないことがあります。それは独学で行くか学校中心で行くかの選択です。これだけを6回やって京大の工学部に合格しました。基本重要問題集で合格できるよというところになります。どうも、篠原です。今回は絶対に物理ができるようになる勉強法ということで、まずはこちらですね。僕の生徒、この勉強法で物理で偏差値 97.3 取ってるんですよ。もうこれだけの成績取れたら、どこの大学でも受かるじゃないですか。現にこの生徒はそのまま慶応大学にね、合格していったんですが、こんな感じで物理ができるようになる方法をこれから話したいと思います。この勉強法でやってもらったら物理はできるようになるんで、この勉強法、参考書、問題集に至るまで全部お話しするんで参考にしてください。はい、偏差値 97.3 の物理の勉強法ということで、まあ、これからね物理の勉強法を話していくんですが、最初に言っておきたいことがあります。それは物理はできるようにならないやつっていうのが一定数いるってことなんですね。これはね、もうしょうがないんですね。物理が無理な人っていうのが一定数存在するというところになります。なぜかというと、物理という科目は、ある意味物理学者の脳内をそのまままるっとインストールするっていう発想でやらないといけないんですね。つまり、この人たちはこう考えとるんやなっていうことがわからないと、物理はできるようにならないんですよ。この考えを理解するためには、ある意味空間把握能力だとか、そういうのが必要になるんです。空間把握能力はだいたい小学3、4年生ぐらいまでに発達しきらないといけないので、本当に幼少期に積み木でどれだけ遊んだかとかね、なんかそういうことが物理のその理解にもろ影響してくるわけなんですよ。すなわち物理ができないって人も一定数いて、そういう人はもうね物理自体選択するべきじゃないんですね。判断基準としてわかるのが、物理基礎の段階でめちゃくちゃしんどいと、もう何言っとるかさっぱりわからん場合はもう生物にしましょう。生物科学で行きましょう。もうね、生物科学ですよ。生物はもう覚えたら点が取れますし、科学に関してはまあできるんで、頑張ればね。だからまあまあ、生物科学選択でいいんじゃないですかってところになります。ただ、生物科学選択で進学できない大学もあるので、これ気をつけてほしいんですが、もう物理が無理だったらね、生物科学選択にしちゃってください。じゃあ、こっからですね、物理をこれでやりますと。もう物理基礎もまあ、それなりに授業を聞いてわかるような気がするし、中学レベルの物理もまあ、なんとなくできたんで、もう物理選択で行くよっていう場合に最初にやらないといけないことがあります。それは独学で行くか学校中心で行くかの選択です。これはどういうことになるかっていうと、学校中心で勉強していくとどうなるかっていうと、学校の先生がいて、その学校の先生が授業をしっかりやってくれていると、分かりやすい授業で分かりやすい教材を使って、その中できっちり丁寧に教えてくれている、かつ進度が早いということが条件になってきます。ほとんど物理選択の場合、特に現役だと、現役で大学受験目指すって人の場合は、最後原子っていう分野があんまり勉強できないっていう状態で入試に臨むことがほとんどです。あるいはひどい場合だと電磁気っていう、その原子の一個前の単元すらマスターしきれずに受けてしまうっていうことがよくあるんですね。これを避けることができるのかどうかっていうのが課題になってきます。学校中心でやれるっていうのは非常に幸運なケースです。物理の先生が教えるのが上手くて、かつ進度もちゃんと把握してると。もうそういう先生が今学校にいる場合は、もうその先生の言うこと聞いて、その先生の方針でやっていきましょう。もう教える上手さとね、進度ですね。この二つをしっかり、管理できればまあいいですよというところになります。ただね、まあこの動画を見てるってことは多分そうじゃないんですよね。そうじゃない場合は、もう独学でやらざるを得ないと。独学でやる場合、最初にやるべきところが物理とはこういうもんですよというところの理解が必要になってきます。基本事項のね習得というのが必要になってくるんですね。教材で言うと、例えばこちら古東進から出てる初めから丁寧にシリーズだとか、こちらですね、漆原先生の物理基礎物理が面白いほどわかる本、この辺がこの基本の習得においてはうってつけの教材になっていきます。この基本の習得でまず絶対やらないといけないことが2つあるんですね。1つが公式の暗記、もう1つが概念の理解です。まず公式の暗記、これはまあ頑張ってくれというところですね。物理に関しては公式がだいたい50個ぐらいあります。この50個ぐらいの公式全部覚えたら、日本一難しい問題を出すのは東京工業大学というところなんですが、東工大の問題ですらもうフラフラ解けます。これができてればね、できてれば解けるんですが、これはちょっと難しいんで、まずは公式の暗記、その50個ぐらいの武器をまず使い回してくれと、振り回せるようにしてくれっていうことで、まず覚えていきましょうということになりますね。これに
関してはもう公式の暗記はもう頑張れとしか正直言いようがないので、公式をしっかり覚えていただくっていうところになります。もちろん作れるならいいというところもあります。作れるならいいんですが、まあちょっと正直ね、難しい大学になればなるほど結構時間ないんですよ。物理って科学と物理でその同じ試験時間内でやるっていうケースが多くて、科学は考えたらまだなんとかなるっていうことも多いんですね。特に有機化合物の構造決定のところとかは結構時間かけて丁寧にやっていけばバッチリ取れるけど、そうじゃなかったらもうバッサリっていうような、ちゃんと時間取らないといけないってなってくるんですよ。物理のその公式を毎回作るのに毎回5分とか取るぐらいだったらもう覚えてしまって振り回せるようにした方がいいので、基本公式は覚えてくれと、もうこれ頑張れというところになります。概念の理解、これが基本的にはある程度分かれば OK と、とりあえず三角ぐらいまでは持っていきましょうっていうところになります。これができればさっき言った通り、この公式を覚えてて概念が理解できてれば、どんだけ難しい大学でもフラフラ解けて満点です。なんですが、そうはいかないと、いまいち何言ってるんだろうなっていうのがよく分からんけど、まあなんかまあまあそういうもんなんかねと思いながら勉強していくのがこのステップ2のフェーズで、結構時間かかります。結構時間かかって、まあ1年ですね、1年はとりあえずかかると思っといてください。これね、普通の高校の進度だと2年半かかるんですよ。それを頑張って1年でやろうっていうんだから結構ハイペースなんですが、1年でできなくはないっていうところになっていきます。ここに関しては三角レベルでいい理由が、このステップ3、演習をやっていきましょうというところですね。この演習なんだけれども、有名なのがこちらです。良問のカフェ物理ですね。この良問のカフェ物理っていうのは非常に優れた教材で、150問ぐらいの問題が載ってるんですが、うちの塾、篠原塾の講師で言うと、これだけを6回やって京大の工学部に合格しましたみたいな感じの本です。京大の物理ってそんなに超難しいってわけじゃないんですね。超難しいわけじゃないんですが、それでもこの一冊だけやれば京大受かるレベルになるっていうことなんですよ。そのぐらい物理っていうのは演習が重要になっていきます。ただね、この一冊だけで京大受かるってのはまあなかなかないケースなので、基本的には例えばこちらですね、リードアルファだとか、よくね学校でもらうシリーズですよね、セミナー物理とかね、なんかそういうものをやっていく必要があります。独学でやる人はね、よくこの良問の壁を飛びつきがちなんですけど、結構ねこれしんどいんですよ。載ってる問題一つ一つが結構難しくて、まさに良問というか内容の濃いやつが集まってるんで、これやりきるのはちょっとしんどいかなと思いますね。このリードとかの方がその一段一段の階段がなだらかなので勉強しやすいってところになるんですが、問題数が多いので、受験生でもうあと試験まで1年しかない、半年しかないっていう人はリードアルファをやれとなるとちょっとしんどいかなっていう風になってきます。この辺は受験戦略の中でどっちを使うべきっていうのを選ばないといけないかなと思いますね。でやってほしいのが、この概念の理解っていうものを三角から丸、さらに二重丸の方に持っていくための勉強というところになっていきます。なのでこの初めから丁寧にとか面白いほどわかるとかで、なんとなくこういう感じなのかなと、公式はバッチリ覚えたし、その公式の使い方っていうのもある程度勉強したけど、なんかまあまあそう思っとるんかなみたいな、物理学者ってそうなのかなっていうのを思うと、問題演習していく中でやっぱり自分の考えがブレてるんですね、物理学者と。でそれをこう振り合わせていくっていう作業をやっていくのがステップ3になっていきます。これはねセンスによってだいぶ差が出るんですよね。あと良問の壁を使うのかどうかにもよって結構差が出るところになるんですが、まあ早くて半年になります。なので例えば高2生とかで難しい大学に行きたいっていう場合は、普通にこの基本を習得してから演習していったんで、まあ十分間に合うんですよ。ところが高3生ですね、受験生とかで1年間で何とかしたいっていう場合は、基本を習得しながら演習しないといけないので、まあちょっと時間かかるよというところになります。物理の時間を長めに取りましょうというところですね。そしてステップ4、応用というところになってきます。この応用に関しては物理の重要問題集とか、あるいは良問のカフェシリーズで言うと名門の森シリーズですね。河合塾から出てる名門の森だとか、もっと難しい大学だと難問題の系統とその解き方だとか、そういう応用問題をどんどんやっていくことになりますが、基本重要問題集で合格できるよというところになります。僕の生徒で言うとこちらですね、大阪大学に現役合格した生徒がいました。この生徒は学校の進度のままやっていると高3の11月までミリ集がなくならないというようなペースだったんですね。なので僕の方で応用問題集として重要問題集をやるように指定して、まあ合格しました。この生徒ね、部活がすごく大変だったんですよ。部活がすごい大変で、時間がない中でなんとかやらないといけないので、もうとにかく半大行きたいかもしれないけど一冊でやろうと、もう重要問題集だけ特化してやっていこう、これだけを回そうっていうことで合格していったんですが、これもねやっぱりまあ半年
年ぐらいはかかるかなというところになります。この応用では何をやるかっていうところなんですが、演習の段階では出てこなかったひねりが加わったやつをやっていくというところになっていきますね。具体的に言うと、例えば物理で言うとレンズにね、なんかゴミがついてましたみたいなことがよくあるんですよ。光の実験でいろいろやっていきましたと。そうするとある時なんか一日置いといたらレンズにゴミがついてた、油がついてたと。そこでちょっとこう変わったとかね、そういうのがあるんですよ、よくね。それをそのレンズに何のゴミが吹いとったのかを全パターンやるって、まあ無理じゃないですか。油がついてるのか水滴がついてるのかによって変わるんですよね、みたいなやつを全部やるのは無理。ただ概念の理解がしっかりできていれば、ああ、なるほど、油吹いてたのねと、そこで屈折率変わるなと、でそこで反射が変わるなとかってことが分かるんで解けるんですが、それがちゃんと理解できてるかどうかっていうのをこの応用問題をやっていく、まあつまりこれがすなわち過去問につながっていくんですが、過去問をやっていったり応用問題をやっていく中で、あ、なるほどなっていうことが分かっていくと。だからこの二重丸が本当に二重丸の理解ができてるのかどうかっていうのを試していくっていうのがこの応用の作業になっていきます。これまでの指導経験上、物理はそんなに過去問演習ガンガンやらなくてもまあいいかなっていうふうに思いますね。というのも物理の場合、もちろんね、過去問演習ガンガンやった方がいいはいいんですよ。それはやらんよりはやった方がいいんですが、正直ね、できるやつってできるんですよ、そんなにやらなくても。なんでとりあえず傾向を踏まえる、レベルを踏まえるためにこの演習が終わった段階で一発過去問をやる、これはすごいいいと思うんですね。なんですが、この後もガンガン、じゃあ英語とかみたいに過去問10年20年30年と遡るべきかと言われたら、そうは思わないかな。どちらかっていうとこの応用問題集ですね、これを一冊とりあえず固めて、またあの過去問に入ってみて、また苦手な分野とか応用問題集でバババッとやって、また戻ってっていう行ったり来たりで、まあ半年かな。ここでちょっと難しいところが、リードアルファができる段階で重要問題集解けますって人がいるんですよ。つまりここでもうすでに二重丸の理解ができてるから、重要問題集正直同じ問題をやらされてるとレベル的に同じに感じるんだけど、やめていいですかっていう人が一定数います。指導経験上 10% ぐらいですね。 10% ぐらいの人はそういう理科の才能があって、このフェーズがいらない、いきなり過去問やってもまあそれなりにいけるっていう人がいますね。それならそれで OK です。が基本的には2年ね、かかると、基本の習得と演習と応用やるのにまあ2年かかると思っていただければなと思います。これでね、基本的には物理はもうバッチリと合格できるよっていうところですね。偏差値で言うと 97.3 取るような生徒の場合、この応用フェーズをやっぱりいろいろやれたっていうところがあります。いろんな問題やっていく、さらにね、基本的なところをバッチリ当てれるっていうのもすごい能力ですね。それができると基本的には偏差値はどんどん上がっていくし、物理のいいところは覚えないといけないっていうのが少ないんですよね。例えば科学に関してはもうこれは知らんと無理ですよというのがよくあるじゃないですか。これは知らないと無理ですよ、もう知らんと覚えてないと解けませんよっていうのが一定数あるわけなんですが、物理に関しては知らないものが出てきても概念の理解さえできてれば、あ、多分こうなるんだろうなって言って解けていくわけなんですね。ここがある意味パズル的で面白いといえば面白いですが、一方で最初に言った通り無理な人もいるんです。無理なんだったらもう諦めていただくというところにはなりますかね。はい、ということで偏差値 97.3 の物理勉強法でした。こっちの生徒ね、偏差値 97.3 取るような生徒がいたりだとか、さっき紹介したみたいな阪大受かったりだとかしてるんで、今後のね勉強の方針とか相談したいっていうことであればこちらですね、このカルテ作成を申し込んでください。このカルテ作成はこちらですね、この LINE の QR コードを読み取っていただいてスタンプ送ってくれたら、そっから予約制でやってるんで、無料電話相談ですからね、お金もかからないしリスクもないですから、ぜひ受けてもらえたらなと思います。はい、ということで偏差値97.3 の物理勉強法でした。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。